せい。ちょろいちょろい。
終了。先に進もう。君たちはこの間の。お久しぶりです。おお、なんだ、砂浜で会った人じゃない。ジミーって呼んでくれ。この前は本当助かったよ。改めてお礼を言わせてくれよな。で、今日は掲示板を見てきたんだろう。うん、そうだけど、なんでこんな場所で待ち合わせなの。だってここなら目立つだろう。それにいつまでいてもミラを取られないからね。遊撃士に依頼を出すだけでも結構な出費になるからさ。じゃあ早速依頼の話をしましょうよ。掲示板にはなんか楽しそうなことが書いてあったけど。はっきり言って期待してもらって構わないよ。実はね、最近とんでもない古地図を手に入れたんだ。なんとその地図は。その地図は大海賊シルマーの残した宝の地図だったんだ。びっくりって驚いてみたけど、その大海賊なんとかって何者？シルマを知らないっていうのかい？信じられないよ。それでもルーアン市民かい？人を勝手にルーアン市民にしないでよ。シルマーというのは確か100年ほど前にルーアン周辺を根城にしていた海賊ですよね。そうだよ、君は偉い。さすが王立学園、伊達に制服可愛くないよね。へえ、クローゼさんすごい。もうエステルさんまでそんなにおだてないでください。聞きかじって覚えていただけなんですから。君たちに依頼したいのはそのシルマーの財宝の捜索さ。まずは地図に記されてる目印なんだけど、この前僕がいた場所を覚えてるかい？ほら、砂浜の中のくぼ地のような地形さ。メーベ街道のちょうど中間あたりですよね。その通り。宝の地図にはあのくぼ地が目印として描かれているんだ。それでこの間はあんなところにいたのね。そう、そういうこと。現地調査をしてたんだ。窪地を見っけて、さあこれかって時に魔獣どもが現れちゃってね。まあだから今回はプロにお願いしたわけさ。で、その窪地の次は？うん、地図では窪地から南東の方角に罰印が書いてあるんだけど、これってどう考えても財宝の隠し場所だと思わない？なんか本当っぽいわね。そうだ、ちゃんと手帳にメモしとかないと。じゃあちょっと整理してみますけど、窪地から見て南東、このルーアンのある方角の砂浜を調べるってことですよね。ルーアンの方の砂浜か。そういえばこの前浜辺で面白いものを見つけたわよね。なんだって。何を見つけたんだ。確か流れ着いた樽があって、そこで探検と海図の切れ端を見つけたよね。そういえばあの海図
どこにしまったかな。カイズだって、もうそれは大発見。早く見せてくれ。そんなに焦んないでよ。うわー、なんだこれは。すごいよ。こいつはすごすぎる。これこそ海賊シルマーの宝の地図に違いない。はあ、ちょっとお兄さん、あなたついさっきまでその宝の地図を持ってるって言ってたじゃないの。いや、あれはきっと宝の地図の地図なんだ。財宝の隠し場所を示した地図のその隠し場所を示す地図なんだよ。ややこしいですね。でもその海図、樽の中から見つけたんですけど。まあその辺はいいことにしようよ。あそこに海図があったのはどう考えても偶然だけど、古地図のバツ印と同じ場所にあったみたいなんだし。そうですね。まあ本人も喜んでるし、ここはそうしておきますか。あとそうだね、ジミーさん、一緒に見つけた探検はどうする？ああ、それは君たちに進呈するよ。お礼のミラが少なくて申し訳なく思ってたしな。どうぞ、好きに使ってくれたまえ。うん、ありがとう。いや、本当に素晴らしい。この海図はきっとすごい発見だ。これからまた忙しくなりそうだよ。よし、早く解読してオニールじいさんをびっくりさせてやるぞ。オニールじいさん？じゃあな、助かったぜ。オニールさんって、なるほど、そういうことだったんですね。ん？オニールさんって？雑貨店を営んでいるおじいさんなんですけど、ちょっと困ったところがあって、どんな話でもとにかく大きく膨らましてしまうんです。ああ、いるいる、そういう人。じゃあジミーさんはそのおじいさんの大風呂敷を真に受けちゃってるってこと？はい、どうやらそうみたいです。はあ、純粋すぎるってのも困りものよね。あ、でももしそうだとすると、そんなおじいさんの話からあの海図が見つかったわけか。うん、そういうことになるね。ちょっと不思議なお話ですよね。信じていれば報われるってことかな。正直ジミーさんの場合はちょっと信じすぎだと思うけど。ま、全力で夢を追うのも一つの生き方なんじゃないかな。